佐藤和夫動画チャンネルです。今日は城山公園の滝のところにちょっと来てみたんですが、いやーこの場所に来てちょっとびっくりですね。おそらく昨日の夜だと思うんですが、ここでお酒を飲んで、そして花火をやって片付けないで散らしたまま帰っちゃった。まあ正直言って呆れて話にならないですね。